充電残量低下 9%。 では本題行ってまいりまする。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、なんと、静岡県まで行ってみようと思います。片道410キロの長旅でございますが、一体私のホンダ電気自動車たどり着けるでしょうか。で、気になるのが平均電費ですよね。あのホンダってね、電費いいんですかね。あの燃費って言わない人は電費って言うんですよね。動画の最後にね、充電が一体いくらかかったのかと、まとめをしておりますので、最後まで見てくださいね。あ、私こういったね電気自動車の動画よく出しております。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では本編へどうぞ。とりあえず近所で充電、 9% から何パーセント貯まるでしょうか。いや、今からね、あの富士山に行くんですけど、何回充電しないとダメなんでしょうかね。何パーになったでしょうか。 49%、 つまり 40% ですね。30分で2回目の充電、こちら 90kWh。 いや、今から高速乗るんでね、あの2回急速充電してます。はい、今日はね、今から富士山の方へ行きます。足柄サービスエリア時の住処っていうところに今から行こうと思います。片道ね417キロぐらいあります。今から結構遠いよな。400キロ以上あるんで、あのサービスエリアでね、ちょっとほら調べたんですけど、あのアプリがあるんですよ。それで今調べていこうと思います。多分ね、予想では2回ぐらい充電しないとねたどり着けないと思いますので、ちょっとね長旅になるんですが行ってみようと思います。イエイエイ。ちょっとトリップまずゼロにしとこうか。 OK ホンダ、足柄サービスエリアまで行って、足柄 SA 上りまでご案内します。お、ちょうど3時、到着予想時刻7時18分になっとる。ちゃんとたどり着けるかな。よし、あっという間に30分経ちました。重たい。ガチャリンコと。さあ、いくら貯まったでしょうか。85% 貯まりました。これで205キロ走れますね。だいぶちょっとスタート遅れましたね。あの2回、充電しました。で、今 85% で、走行可能距離が198キロでございます。はい、では行ってみようと思います。はい、では ACC セットしますね。もうゆっくりパターンで行きますね。なるべくね、今回早く着くというよりは燃費をよく、たどり着けるかという設定できます。今ね、このレーンキープと、ACC ですね、前の車を追尾するというので、運転しております。で、エアコンは切ってます。ちょっとね、もうすでに暑いぞ。もうすでに今3月なんですけど、もう暑いですよね。これ夏が心配だわ。今ね、これ合流どうなるでしょうか。ブレーキ今踏んでませんよ。おお。やっぱね、こう合流の時結構ドキドキしますね。基本的にはこれホンダセンシング、ACC は運転を補助するシステムなので、基本的には人が、運転するという感じですよね。これね、だいぶ楽やけどな、この足がね、プランとできるっていうのは。もうこれハンドルもね、もうなんかほぼ勝手にやってくれるんでね、楽ちんですよ。で、意外とこのホンダってね、なんか乗り心地いいんですよね。いや、コンパクトカーでひょっとしたら一番乗り味いいんじゃないですかね、このホンダは。あっという間に、次草津、サービスエリアになります。そちらで充電ちょっとしてみようと思います。今 55% ですね。やっぱ結構ね、ドキドキするわ。鈴鹿まで行ける予定なんですけど、怖えなと思って。いや、ちょっとパーキングエリアめっちゃ助かるわ。ちょっとやっぱ休憩もね兼ねてしようと思います。空いてるかな、どこなんかな、っていうか渋滞しとるな。
すごいわ。これやっぱね、前もってね、充電スポット空いてるかどうか調べとかないと、これぐらいね人が多いってなると、先に入ってる人が いる可能性ありますよね。あ、リーフが先に止まってるけど、ちょっと待てよ、ここ1個だけか。あ、2個あった、よかったよかったね。いや、これ空いてないとショックやわ、本当に。では休憩がてら、充電の方してみようと思います。今 53% でございます。はい、草津サービスエリア。いやー、やっぱね EV もうちょっと用意してほしいよな。200ボルトでもいいからもっと充実してほしい。はい、30分ぐらいのね休憩ってすぐですね。あと残り10分ぐらいです。さっきねサービスエリアでトイレとこれ近江牛ごぼう、これをねちょっと富士山のふもとで食べてみようと思います。でこれね、このアプリ高速道路充電ナビというねアプリがあるんですけど、それでね空き情報が見れます。こういうの見やすいよな。今ほとんど空きになってる。まあでもこれねタイミングがありますんでねやっぱ空いてないとショックですよね。はい、あっという間にね隣、アウトランダー PHEV ですね、プラグインハイブリッドが、止まっております。なので結構ね休みの日とかは本当にねこれ調べてこないといっぱいになっちゃうよという感じですね。はい、充電終わりました。ここね結構狭いんですよ。ほらタイヤよくぶつけてる人いますね。ドアもスレスレ、結構高くてね、車高低かったらドアガーンって当たりそうで、これ気をつけてくださいね。こういうのもコードもちゃんとねここにかけてしとかないと踏んじゃいますんでね、結構狭いです。もうちょっと広く取れるような、こんだけ土地があんねんからと思いながら。では何パーセント溜まったでしょうか。はい、お邪魔しますと。お、93% 溜まりました。航続可能距離217キロ、よし安心。っていうか普通のガソリン車だったらね、もっとこんなん普通やけどなっていう感じやけど、これが今の電気自動車の現実でございまする。お、もう西日が、いやもうこれ暗くなっちゃいますね。もっと早く家出たらよかったな。結構のんきにしましたんでね、92% です。航続可能距離214キロ、いいね嬉しいね。まあ200キロ走れるんでね、次はどこで充電しようかなっていう感じなんですが、OK ホンダ、目的地まであと何キロ。目的地まであと 338.0km です。あ、ということはやっぱあと1回充電する必要がありますね。1回でいけるかどうかっていう感じですけど、まあ、いけるんでしょうねこれ数字上ね。せやけどビビりながら運転してるんでね、やっぱ 50% 切ると高速だとちょっと不安だなという感じがします。あ、そうか、 EV ステーションを探さなければ。っていうかもう暗くなっちゃいましてね、もうプリウスが止まっとるよ PHEV。 あ、でも1個空いてたわ、よかったね。ホッとするわ、空いてたら。今 48% です。航続可能距離127キロ。では、はい、今サービスエリアで、充電してます。もう真っ暗ですね。ストップボタンを押してください。何パーセント溜まったでしょうか。おう、90%。ここはなんか 40% 以上溜まったな。平均電費っていうのが伸びてます。8.9。すごいな。これね、大体ですけど、40% ぐらい、平均的に溜まります。30分でね。まあこれ 8.9 っていうのはね、これちょっと高速で結構伸びてる方なんで、大体ね、まあ8キロか8キロないぐらいですよね。いやー、明日はね、
ちょっととある YouTuber さんと、コラボということで、すごい楽しみにしております。結構ね、前から約束してたんですけど、このちょっとコロナ禍でいろいろありまして、まあ、そろそろ、いいだろうということで、今、向かっておるわけですね。ずっとね、この ACC で、まあ、半自動運転といいますか、それに頼り切ってると、やっぱりこう、パーキングエリアとかね、結構、急に運転がね、こっちへ帰ってきますんで、それが結構怖いなと思いますね。はい。ちゃっちゃと充電していきます。今、残り 31% です。航続可能距離73キロです。はい、こちら、静岡パーキングエリアです。もうこのシーンも飽きてきたな。高速道路といえば、このタダでもらえるお茶。タダが一番うまいわ。81% まで溜まったぞ。すげえ。なんなんやろね、これ。なんで違うんでしょうか？理由がわからないです。なんかワット数が高いから、溜まりやすいとかそういうわけでもなさそうやな。もうこれでラストランよ。本当に。目的地まであと 85.0km です。あ、余裕。3回高速道路で充電しました。3回充電したんですけど、距離的にはまあ400キロぐらいね、あるんで、それぐらいパーキングエリア寄る方もいらっしゃるんじゃないですかね。やっぱ80キロ超えるとなんか悪くなりますね。80キロ巡航、まあ85とかね、まあ90キロぐらいまでが、なんとなく燃費が伸びるような気がします。やっと着きました。やっぱ410キロってね、遠いですね。今、夜中の11時5分でございます。もう眠くなってきました。いやー、充電、その数、5回しました。3時過ぎぐらいに出たので、8時間ぐらい約、ゆっくりですよ。もう巡航で80キロで走ってました。で、時の住処っていうね、ここ泊まれるんですよ。ホテルがあります、このサービスエリア内に。そこに、泊まります。さっきちょっと電話かかってきてね、遅れてます。充電するのに時間がかかってすんません、みたいなね。あ、ここはええわ。なんかめっちゃあるわ。よし。ちょっと充電して、ちょっとホテルの方、チェックしに行ってきます。あー、疲れた。今からちょっとこの充電してる30分の間に、チェックインしてこようと思います。あった。あれや。レストイン、時の住処。一瞬不安になるよな。ほんまに、こんなサービスエリアに、ホテルがあるのかと。はい。今、無事、チェックインできました。どんな部屋なんかな？ 5,900 円でした。お、ここか。はい。お部屋こんな感じです。まあ、普通ですね。まあ、もう寝るだけって感じのお部屋になります。いや、必要最低限って感じかな。まあ、でも、狭すぎず、広すぎずって感じ。まあ、6000円っていう感じですよ。まあ、高速道路の中にあるんで、まあ、車の中で寝るよりは全然、それはね、お金かかってるんで、お風呂もついてるんでいいですよね。外こんな感じか。あんまり、これ富士山が見えて綺麗とか、そういう感じでもないんかな。今からちょっと本題取りに行って、お風呂入って寝まーす。走行距離 414.3km 走りました。8.1kWh ですね。平均電費が。ということでちょっと計算してみましょう。おー、なんか静岡のサービスエリアね、なんかやたら溜まったなと思ったんですが、16.3kW 溜まってました。ねえ、12だったり16だったり、いろいろですよね。で、結局、充電残量が 9% で、5回、充電しました。480円です、1回ね。1回あたり480円、30分の、急速充電です。
480円かける5回今日はしましたので、2400円ですね。まあ、2400円で、413キロ走れます。ということは、2400円割る414は 5.79。まあ、約 5.8 ですね。まあ、1キロ走るのに 5.8 円という感じですよね。いやー、まあ、普通のガソリン車よりは、ちょっと安いかな。20キロ走る、まあ、ハイブリッドカーで、ガソリンが今130円ぐらい、130円割る、20キロとして、まあ、6.5 円ですよね。なので、まあ、ガソリン車よりはちょっと安いかなという感じでした。まあ、家にね、200V 電源があったらもっと安くつくと思うんですが、まあ、こういったね、遠出の場合は、まあ、これぐらいかかると。まあ、私の場合で、ホンダ E で2400円かかりました。414キロ走るのに。はい。ということで、皆さん本当にお疲れ様でしたというか、俺、お疲れ様でした。こんなね、長回しすることないですよね。あ、もう終わったかな。はい。充電も終わりましたんで、私のチャンネルね、もし面白ければ、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンよろしくお願いします。はい。というわけで、413キロ、ホンダEで走ってみたでした。じゃあね、バーイ。それは、いや、すごい富士山、ホンダEと、今日はワンソクチューブさんと、はい、はい、コラボしております。コラボしてます。見てね、